ビ<ズ>安倍元総理大臣の講演会が主催した桜を見る会前夜の夕食会の終始をめぐる事件で東京地検特捜部は安倍元総理らを再び不起訴処分としました安倍元総理は夕食会の費用を補填したことが有権者への寄付に当たるなどとして公職選挙法違反の容疑で告発され 一度不起訴処分とされたものの、検察審査会が不起訴不当と議決していました。特捜部は不起訴の理由について。再捜査によっても、起訴するに足る十分な証拠が得られなかったとしました。議決が起訴相当ではなかったため。公職選挙法違反容疑での捜査は終結します。また、特捜部は。 桜を見る会をめぐって今年8月にも市民団体から政治資金収支報告書の虚偽記載の容疑で告発を受け捜査していましたがこれについても安倍元総理らを不起訴処分としています。